美味しい。本当にエスカルゴバターいいですね。やっぱ揚げたトウモロコシってなんか美味しいね。なんだろうな。こんにちは、フェリシャ大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは、今日はトウモロコシの唐揚げです。夏はやっぱりトウモロコシ食べないとね。この短い期間で何本食べられるかね、みたいなね。ちょっと遅くないですか。ね、あともうちょっと終わりですね。覚えといてて、来年またね、そうよ、ね、はい、ぜひこれ食べてまた来年作ったら来年作っていただいて、はいはい、ぜひぜひお願いします、はい、今日は北海道のめぐみゴールドというめぐみゴールド、立派な粒の詰まったトウモロコシ、すごい綺麗ですね、ですね。であとはニンニク、イタリアンパセリ、バター、小麦粉、塩、コショウ、揚げ油です。はい、ということでこのチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリアンレシピをご紹介しております。週に4本動画を公開しておりますので、皆さんの日々の献立作りにもお役に立てると思います。チャンネル登録お願いします。今日のトウモロコシは、イタリアンパセリとバターで食べたいと思います。高層バターですね。いいですね、はい、俗に言うエスカルゴバターなんて言ったりもしますけど、はい、イタリアンパセリと、バターとニンニクですね、うんうんうん、はい、これさえあれば、まあ、肉もうまいですけど、確かにトウモロコシもうまいです。それにがっつり、ね、がっつり、ブラックペッパー効かせていただきますよ。あ、いいですね、はい、では、はい、まずね、バターをちょっとこう混ぜられるように常温で30分ぐらい戻してください、はいはい、柔らかくしてイタリアンパセリを混ぜ込みたいと思います。はい、はい、じゃあパセリみじん切りします。板パセリじゃなくても、まあ、普通の日本のパセリでも大丈夫です、はい、ね、このバターはたくさん作っておいていただいて、冷蔵庫に置いておいていただいてもいいと思います、はい、なんかこうちょっとグリルした野菜に乗せて食べるとかね、うん、何でも万能です、はい、バターにパセリを混ぜ込みますね、はい、で、少しニンニクをすりおろしたいと思います。たっぷり入れるの？ニンニクはね、今日はもう生でいきますんで、このバターは、うん、ちょっとね、もう軽く風味付けです。ちょっとだから、これはニンニクチューブがある方はニンニクチューブちょこっとでいい、ね、はい、それでいいと思いますね。はい、風味付けなんで、ほんとほんと先端ちょろっとです。しっかり混ぜ合わせましょう。おー、いいですね、はい、ね、すごいですね。あ、柔らかくなってていいですね、うん、もうだからあれ、ニンニクバターがね、よかったらハーブバターだ、ハーブバターですね、ね、うん、さあもうこれで調味料は完成ですね、はい、さあめぐみゴールドを揚げていきたいと思いますね、うん、よいしょ、立派なトウモロコシ、綺麗な。それ1本いくらぐらいですか？ちょっとお高めです。三越で買ったんで450円です。とはいえね、こういう美味しいものも食べてね、はい、はい、やっぱり伝えていかなきゃいけないし、いいじゃないですか。もう今日のメインはこれです ね、もうこれでお腹いっぱいにしましょう、うん、では、トウモロコシはね、食べやすいサイズにカットしましょうね、はい、大体、まあ、6等分ぐらいにしたいと思います、はいはい、よいしょ、うん、みずみずしいね、うん、はい、で、さらに縦に半分にカットしましょう、はい、はい、トウモロコシね、ちょっと芯は硬いんで切るとき気をつけてください。本当ですよね、バンってドンね、よいしょ。さあでは、はい、ちょっと火つけとこう。で、トウモロコシには少しこう粉をまぶしたいと思います、はい、小麦粉ね、はいはい、でちょっと粉がかかるとまたそれではそれでね、美味しくなります、うん、香ばしくなってね、うん、はい、で袋に入れて小麦粉軽く入れてはたきたいと思います、はいはい、OK です。はい、全体にね、小麦粉がはたければ OK です、はいはい、では、180度の油でトウモロコシ揚げていきます、うん、いきますね。もう浸からなくてもいいです、途中でひっくり返せばいいので、うん、はい、もうたっぷりの油がある人はたっぷりの油で、もうたっぷりの油でやっていただく分には全体浸かるんですぐですね。まあでも大体浸かってますね。いいですね、はい、じゃあ少量できるか嬉しいですね、はい、このぐらいの量でね、大丈夫、足りなければちょっと足していただいてもいいと思います。トウモロコシを揚げるとうまいですよね。ねえ、いつから揚げるなんてね。前回はニンニク醤油か。前回はアンチョビバター、そしてドライトマト。あ、そっかそっかそっか、はい、ね、アンチョビバターとか醤油は入れてねえのか。前回あれはでもお姉さんだもんね。そうそうそう、あの義理の姉がこういうの美味しいっつって出してくれたの、ね、いやめっちゃうまくてさ、うん、そう、未だに言われるよ、私のおかげです。あれがバズったの私のおかげでしょっつって。あ、でも間違いないです、間違いないです、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、皆さんいろいろね、アイディア
いただければこちらでちょっとアレンジし て、ね、消化させます、ね、消化させます、はい、もしかしたらあなたのレシピがバズるかもしれない、ね、いいですね本当はい、OK です。はい、3、4分で OK だと思います。あのトウモロコシに極論生でも食べられますからね。はい、じゃあ、しっかり油切りたいと思います。もう先ほどのバターを塗って食べるだけです。おー、はい、はい、OK です。はい、では、バター塗る前にここに揚げたてで一回塩しましょう。ラビダの塩するといい、ね、ラビダの塩をしたいと思いますね。はい、もうこの粒大きいままでいいと思います。しっかり目で効かせていいと思いますよ。はい、はい、でバターはね無塩バターですから、お塩入ってませんからね。うん、じゃあ無塩じゃなくて有塩でやる人はちょっと気をつけなきゃいけない。あ、有塩の方は ね、ここでのお塩はちょっと控えた方がいいかもしれない ね。さあ、いいんじゃないですか。うん、さあ、じゃあもうお皿に乗せてバター塗ってもう完成です。なるほど。はい、はい、ではトウモロコシね、はい、はい、でここに先ほどね作ったイタリアンパセリバターニンニクですね、塗っていきたいと思います。はい、はい、いいね、美味しそうだね。この間にトウモロコシの間にこうハーブバターが染みて、染みていくのよ、染み染みでこうまんべんなくね。これは確かにお酒、白ワインだな。いや、泡がいいな。泡お願いします。泡いいっすね。泡いいっすね。はい、で、はい、最後にこれがっつり引いてください。あのおすすめです、ブラックペッパーをたっぷりめに引いてください。うん、ね、もうこんだけブラックペッパーするのはちょっといい、ブラックペッパー販売してもらってもいいですか。あ、そうですね、そうしましょう。ブラックペッパーも確実にうちはめちゃくちゃ使いますからねはい、 OK です。はい、完成です。いただきましょう。ではいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、美味しい。本当にエスカルゴバターいいですね。うん、うまっ。なるほど、やっぱ揚げたトウモロコシってなんか美味しいね。なんだろうな、油が入ってるからやっぱまあ油吸ってるからね。うまっ。うん、泡、炭酸系がいいな。ビールがいいですね、ビール泡、ね、うん、なんでこんなうまいの。揚げるとさ、このやっぱトウモロコシの間に隙間ができるじゃない。うん、できるね。そこにさ、バターが染みてさ、うん、染みるの、ね、そうなんですよ。この表面だけじゃない感じね。ちょっとね、軽く水分飛ぶんだよ ね、トウモロコシのね。最後までご視聴いただきありがとうございました。公式 LINE で友達追加していただくとレシピ本プレゼントしております。友達追加お願いします。